黙々と食べ過ぎなかった。おお。えぇ、ー、吹けたね。嘘、ほんと。お疲れ、お疲れ。チョリース木下ゆきなです。今日はですね、私のお友達が金曜日ということで、二人仲良いお友達がやってくるので、ゆきな飯をおもてなししたいと思います。まあおもてなしって言ってもまあ大したもんじゃないんだけど、ちょっと簡単にできるおもてなしっぽい、私は本当に包丁さばきとか本当鬼の雑なんですけど、美味しければ何でもよくねみたいな感じでやっていきたいと思います。ちょっとキッチンドランカー的な感じで飲みながらやっていくので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。まずは森男はと子供たちが好きなレタスのマリネを作っていきます。新玉ねぎだけど辛みを抜いていこう。次きゅうり、こちらのメガネはですね、乱視用のメガネとなっております。視力めっちゃいいんだけど、まだも健康診断人間ドックで 1.5 とかだったのね、両目。もう乱視なの。だから夜は特にかけるのと、運転中もかけるかな。一応伊達目ではない。これはきゅうりの水分出します。よし、ハム幼い頃ミニバスめちゃくちゃやってたんだけど、試合の時とかお弁当の時とかに母親がすごくお酢をいっぱい入れて塩を効かせた酸っぱいマリネにしてくれてたのね。お酢ってなんか夏場とかさ、夏バテとかにもいいし、食欲アップさせるじゃん。絶対作ってくれてたんだけど、すっごい好きで、娘たちもめっちゃ好きって。で、うちのママが昔その意見だと思うんですよ、森男場に作った時に「うめえ!」とか言って、そっからみんな雪菜の周りも好きになったっていう、ちっちゃい頃からの味を好きになってくれてめちゃくちゃ嬉しい。はい、多分辛み抜けた。オリーブオイル、うん、大丈夫よ、まだ喋って。純米穀物酢、キュービーのイタリアントマトもすごく使える、ちょっと足すぐらいかな。こんな感じ、和えます。もうちょいスパイがみんな好きだ。じゃん、マリネ。よし、行くぞ、テンション出て。パクチーもやし、ダーン。3分半くらいかな。ちなみに森尾は食べれません、パクチー。醤油、鶏ガラ、ごま油、熱い。
はい、パクチーもやし。あ、誰？誰？あ、モリオ。オッケー。はい、モリオ。コールドタンスですよ、バカお前。匂い嗅がしてやるじゃん。ほら、おいで。嗅がしてやる。これ開けてくれな。どうやったっけ、こうか。ウイスキー何？いつの？知らないよ、いつの。大丈夫、ウイスキーとワインは。おう、来たよ。ちょっと待って。久々。おい。どうぞ。ちょっと見て。冷やしといたんだけど。ちょうど。お願いします。ビール。どう？みんな元気してた？いや、こっちのセリフな。いや、本当にこっちのセリフな。みんな元気してたの？本当に。え、てかさ、なんでここにさ、サングラス置くの？やめて。やめるのは違うん。なんかやりたいことはやりたい。けど練習しないじゃん。空手チームで相撲大会に出てる。今度はその相撲大会で準優勝で見た、うん、昔は3位まで出てたらしいんだけど、1って1って1って、やっぱ練習しなきゃダメなレベル、上のクラスになってるから。でやっぱフォーメーションで7人ぐらい踊ってるから、絶対迷子になってるし。なるほどね。けどね、マラソンだけはなんか一緒に必ず走りに行く。だって俺と一緒に6キロぐらい走るからね、あいつ。マジで？パルクール。パルクール。パルクールの体験行ったの。え、絶対そっち系じゃん、あの子。だからやっぱこう、体を動かすことが好きだから。ちょっと、シュウマイ作りました。すごいですよ。え、でもほら、ラムちゃんを。待って待って待って。ラムちゃんにも入ってるでしょ？ラムちゃんに入ってるから、こう、なんか。ラムちゃんできたんだ今日。ラムちゃんがいるから今日ラムちゃんなんだ。入れないとダメでしょ。今日ラムちゃんだって森よ。すごいね。ラムちゃんとウエスタンおじさんみたいな。今日ラムちゃんとウエスタンおじさんみたいでしょ。そうそうそう、そういうこと。分かった分かった、いいよ分かった。え、バカすぎた。ロコちゃんを納得させなさい。ロコちゃんを納得させて。ロコちゃん。あ、今日そうね。ほらほらほら、もう手名付けた。見て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 。ちょっと待ってね。まだね、何も食わしてないんだ。お酒しか持ってこなかった。まだ何もね、森はね、食べてないの。お酒しか持ってこなかった。小判ちゃんにさ、あの忍び込んだきゃ。誰か来るだろうな。誰か来るでしょ。しかも雨降ってたのね、あの日。マジで来なくて30分待ってるから。マジ全然来なくて、うおだおせんだけど。おじさんねえ、やめて。あ、映ってないんですこっちだ、ね、今こっちカメラ。あの、キーナ、ちょっとちっちゃいグラスでいったら。キーナ、これこれこれ。あ、どこ。酒に溺れていかないといけない。そうなのよ、はい、はいはいはい。あれ、モリちゃん、モリちゃん、モリちゃんは、あ、そうじゃ、ビールじゃない、これ飲むの。イエーイ、はい、ラムちゃん、イエーイ。クセ強いな。全員やっぱ吹けたね。嘘、お疲れ。くー、うまっ。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 うまいじゃん。めっちゃうまい。うまいな。確かにうまい。ちょっと息集中するね。今日ね。どうした？もうお腹空かせてきたのよ。ちょっと待って、ごめん。本当にごめん。本当にごめん。めちゃくちゃ腹ペコ。分かった、オッケー。ちょっと頑張るから。もうリクエストしちゃったから、俺なんてね。何も出てこないなってずっと思ってます。もうリクエストしちゃったから俺なんて。何も出てこないですよ。じゃあこれだけ先、あれだ、もう昨日の残り。ちょっとさ、もうこれつまんどいてよ。つまんどくよ。昨日残り、いい。何にも出してくれないんですよ、この映画。やっぱさ、ほら、雪だから。味は全部保証する、大丈夫、安心してください。寝ちゃったもん。一回寝ないとさ。めちゃくちゃ眠すぎて、本当にね。わかる。もう。俺も今日、朝からバタバタバタ。そう、眠すぎて。で、大丈夫か？なんでもいいよ。食べられれば、もう満載さ。ねえねえ、マカナ、リミナ。
来て、あの向こうから挨拶したの？え、リリナ思春期来るの？ね、思春期だよもう。ねえ、リリナに。鬼思春期だよ。どうしたの？こんな思春期なんて。ノーマンタイだぜ。鬼思春期だよ。カーブに入れる袋はこれでいいですか？そこもちょっと入ってる。今度のマンデーには、どうしてください。え、何を？本当に今度のマンデーに用意してください。大変じゃん。なんかわかる。なんかね、ゾワゾワする。なんでなんでできないの？シュートがやるペン。え、シュート目が…シュート目考えてる。助かる。助かる。シュート目が来てるから助かるよ。あ、なんかこういう広いキッチンだと料理したくなっちゃう。どっかで聞いたことあるセリフでしょ。ネズミコみたいな。それを聞いた瞬間に俺はもう一気に冷めて、でっかくなっちゃうでしょ。リーナがどんどんでっかくなっちゃうでしょ。リーナいない。いや本当に行くわ。そのうち本当にちっちゃい子でうるせえなって言われる。うるせえなって言われる。黙々と食べ過ぎだから。むしろハブ取りね。みんなが美味しく食べてよかった。まだこれからまだあるからね。手前もあるし、鶏むね肉どうしようか。よだれ鶏にするわ。タンタンジーと2枚あるから。バンバンジーと梅となんか叩いてポン酢とやって。鰹節とパッてかけて鶏肉を食べたらさっぱり系で食べる。もう作ってくれる。キッチンで作ってくれる。何でもあるから。久しぶりだね。うんうん。待ってみよう。ほら上手でしょ。上手でしょ。次方、うん、意外と。君たちと普通にもう風呂掃除したいから食べてやってくれる？マジありがとう。うん、どうかしまして。胸肉とりあえずさ、ね、何回言うの。胸肉チェンしちゃう方がいいよ。チェンしちゃえば胸肉をほぐして、あとネギと絡めて、あのごま油と塩で、あのこう何マリネ風みたいなのができるし、どれにしたらいいの？春巻きと、うん、とりあえずついてる。こわ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 。春巻きと、そうだから胸肉は、ね、とりあえずあの加熱したらいいよ。加熱しちゃっていいよ。Thank you. You're welcome. 韓国料理で何が一番美味しかった？はい、一人ずつ。いいな。ポッサム。何が出た？思い出せよ。はいはいはい。豚足、豚足。豚足？ママ豚足超好きだよね。豚足って何？プルプルの。コラーゲンだ。あれうまいね。あれうまいね。リリナ、リリナ、はい、リリナ、はい。5、4、3、2。え？え？何それ、おやつ？いや、トッポギとウィンナーだけど。トッポギとウィンナー？串にソーセージ、ウィンナー、
トックだから餅、トッポギのまた餅入ってんの。マーチンは何マーチン、かっこいい、かっこよさそう、昭和の親父みたいに言うの。何何肌着で肌着で肌着で何が一番うまかったの。レイちゃんちょっとさ、なんかさ、ケイトモスのさ、あの娘に似てない。わかるわかるでしょ。わかる、似てない。レフォローしてたもん。似てるよね。誰ケイトモスの娘、ググってみな、自分で。どうする。うん、グーグルマップで。わかる。大根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 。とにかく、確定とたくまんが一生無料で出てくるそれね、まあ、食べ放題。そう、ずっとさっきも食べてるもんね。なんならもうセレフで撮ってもいいところもん。そう、いいな、チャジャン麺。なにそれ、なにそれ。チャジャン麺じゃなくて、言ってみて。いいね、説明してくれ。黒くて、タレの木がいっぱい入ってて、イカスミ入ってんの。うん、チャジャン麺の味する、うん、ソースじゃないんだけど、めっちゃ黒くて、玉ねぎ入ってて、なんかお肉が入ってて、ナポリタンってこと。うん、韓国ナポリタン、韓国ナポリタン。で、それに合わせて食べるタンユスク欲しいんだね。なんか。タンユスクだよ。豚肉の。あれ。タンユスク。豚肉が上がってて、黒酢のタレかかってて。うん。一回出るかな。とりあえずデアンと森尾とカバを合わせたいってデアンが言ってんの。なんだっけ。マンドゥだ。マンドゥ。ね、マンドゥって何？今から説明して、マンドゥ。あの、なんかシュウマイみたいな。もうさっきシュウマイ作ってたよ。マンドゥ。マンジュウだよ。だから、韓国でマンジュウだよ、うん、マンジュウって言ってるんだから。うん、マンドゥ。でしょ。だってほぼ日本語と一緒だから。うん、約束って言うから。約束。シャジキ。ねえ。シャジキっていうの。そう。だから、もうほぼね、日本語と似てんだから。ふーんじゃない。もうよかったよ。韓国ドラマ見て。あれ、日本語って。わかる。ゆがい。もうちょっと床でセール蒸してるけどいいかな。うん、床でセール蒸してるのはアウトなんだけど、うんうん、アウトだね。うちらではオッケーなの。オッケーね。なぜそんなさ、うん、コンセント足りなかった、無理だった。コンセントいい横で YouTube 横なの、ごめん横で酔わせてやろう、見てるやったら。えキーン。おお、いい感じ。熱そう。熱い。あ、じゃあ熱いじゃない。熱い。熱い。いくよ。じゃあ、ちょっと待って。ちょっと待って。皮がね、トゥルーンって。皮がね、思いのほか、思いのほか。やりすぎちゃったかな。違うの、思いのほか皮がね、トゥルーン、トゥルーンなのよ。はい。トゥルーン、トゥルーン。醤油からし？え？マジで？私、ソース！ん？え？え？え？どういうこと？え？ソースだ？え？中濃ソース？本当に？マジで？食べづらくないこれ。味はするけど、なんか、なんか、うん、すごい。何？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 食べてみて。美味しい。カーモン。シューマイではない。あのね、クリーナー、はい、これ、あぐ、あ、すごい、一回、一回、一回、これね、シューマイじゃなくて、ワンタン、具の多いワンタンってこれ、めちゃくちゃ美味しい、もうちょっと上から締めていい？味ね、めちゃくちゃしっかりしてるね、味は超しっかりしてる、そう。この話ちょっとダメだもん。あれだわ。切れてるわ。大丈夫だよ。いいよ、大丈夫からずっと切れてるから。え、この味うまくない？いや、味はめちゃくちゃうまいんだけど。焼き肉から焼き肉から。シューマイではない。あ、焼き、確かに焼き肉のタレだ。焼き肉のタレだよ。で、肉を少なくするために、はんぺんともやし刻んで入れてんの。それはね、全然わかんない。え、わかんない。わかんない、わかんない。なんか言われて、あ、グーいるねって。美味しいでしょ。美味しい、美味しいんだけど、シュウマイというくくりで行くと、ちょっとうんってなるかもしれないけど。そうだね。
見た目はちょっとでもシュウマイだけどね。そう、見た目はシュウマイだけど、シュウマイっぽくしてるけどさ、でもどう、うまい、味はね、ちゃんとしてる、味がしっかりなってる、いいじゃん。そう、簡単だよ。蒸しすぎちゃったね。蒸しすぎたからなの、何なのわかんない。でもなんか俺ね、ワンタンめっちゃ好きなのよ。じゃあよかったね。そう、チュルンチュルンのね、そう、チュルンチュルンの皮好きなのよ、うん、私は。だから私はね、これはね、結構ありありのパターン。ほんと、うん、はい、顔丸くね。ちょっと待って、画面越し余計丸くね。クラウン、クラウン違うの、うん、待って、フォルムがもう丸くね。横には出てないの、ほら。でも、前には出ちゃう。どうしよう。デブじゃないじゃないの。デブじゃない、デブじゃないの。前に出ちゃうの。デブではないけど、腹出てんなと思って。そう、だから一生懸命エニタイム頑張ってんだって今。そう、筋トレを頑張るために、あの、人がいっぱいいるピーク時に行くっていう。なるほどね。クラちゃんいない。これ多分できてるら、結構すごいよ。ごま油と、うん、とか、あとあれでも中華だしでもいいし。冷たいからさ、そうどうにかなる。なんでも大丈夫。あとあれだよ。梅を、梅叩いて、あれ梅干しある？いや、梅さえ来たじゃん。これ上にしとんだよ、これ。あ、いいんじゃない。じゃあ大丈夫。入れちゃうか。あ、じゃあ、乗っけちゃえば。乗っけちゃうか。そうだよ。これ、めんつゆと梅だから。うん、大丈夫だよ。ゆうゆう。で、かつお節かけたらいい。かつお節嫌いだからいいけど。あ、そうだよ。しそ入れた。あ、しそ入ってるね。うん、うん。あと、みょうが。はいはいはい。と、きゅうり。そう、で、それもかかってでしょ。オッケー。めんつゆかかってる。足りなかったらポーンとかかって。俺、わさびは平気なんだ。ちょっと辛し、辛し。辛しさ、平気。捨てちゃったんだよ。嘘。どれが続き。何言ってる。え、なに？汚れるから、そうやって。汚れるから、取っといて。今ってなんか、スースーするやつ、鼻に入れた。痛い。やばい。待ってさ、すごい、葉っぱが。痛っ。大丈夫？なに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 、痛い痛い。起きた、起きた。何、手紙送れ。早く起きた、起きて、早く起きて。早く起きて。痛くないよ。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。ここで座ってちゃんと。いやー、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。
カゴブルなんかあったの？なんかあったの？どうしたの？ねえ。鼻が痛い。どうしたの？鼻に絶対誰かなんか塗った。シャブルス。鼻噛んだら。鼻噛みなよ。鼻がめっちゃ痛い。何？鼻がめっちゃ痛い。どうしたの？どうしたの？何があったの？貴様ら鼻になんか塗っただろ。貴様だって。貴様。プサン？プサン？じゃあ串おにぎり食え。うまみ、うまみ。あれ、俺のクリームチーズなくなったんだけど、誰か食べた？うん。うん？じゃあ、お皿のパサン。鼻なんか塗ったっちゃ？塗ったっちゃか？早く銀シャリ結びを食ってくれさ。違う。もうちょっと塩切ってみるの？久々に俺なんだろう、米をちゃんと米として食べた。もうなんかさ、カレーライスとかでさ、なんか米のさ、味とか一切わかんないさ、米は食ってたとしてもさ、どうなの？今回は塩入れない。だっちゃ足だ酔いすぎだね。水飲めば一回。美味しい。美味しい。美味しい。うん、なんだろう、このよかった。あのさ、キャベツ太郎みたいにさ、なんかのこの味のムラがいいね。だって適当に振りかけたもん。なんか森本コナンが言ってますよ。森本コナンが言ってる。森本コナンがそうやって鼻を触らせるように仕向けるように甘い言葉を僕に言ってきてるんですよ。で、俺は絶対鼻くそにめちゃくちゃ敏感じゃん。知らねえよ。そういうこと言われたらやっぱ鼻触っちゃうから。で、そっから俺は鼻と手がおかしくなった。めちゃくちゃ辛かった。やばいよ。で、それを仕向けたのはもう今辿っても小林。金髪小林。金髪舞台あれだ、金髪舞台の小林だ。金髪舞台の小林が俺に言ってきた。もうそれは眠りの毛利心も言ってる。眠りの毛利心も、うん、言ってた。その時の俺あいつすげえな。金髪豚野郎っつったでしょ。それビートたけしの毒薬飲まされたの。そこでやられた。それは間違いない。トイレ行ってくろ。えっ下向けろよ。飛ばしがちだから。キッチン下向けろ。本当によ。キッチンだよ。何よ。けどヒアリングは俺めちゃくちゃ耳いいから大丈夫。レースの調理。うん。オッケー。Okay. You're really that small, but you're wearing some tattoos, which is not cool. And I really, like, I don't know why you're talking to me, and I don't know why you're looking at me. I don't know why your hair is like that. I don't know why you're wearing. Stop talking like that. I don't know why you're looking at me like that. I don't know why you're wearing that, those kind of jeans, the belt like that. I really hate it. I don't like those. Like, you're thinking, I know it's really hot. Vintage jeans. Vintage jeans. Wait, 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 wait,Look for me, vintage jeans. しか言ってない男いるよね。ダメージ。ダメージ。膝。膝。膝言う。でリーナどう？リーナどう？
タトゥーの話もしてた。あ、タトゥーの話もしてた。タトゥーなんて言ってた。セマーバードバードそうそうバードアンアンステンアンミーユージモリモト私の名前コンキャートゥーロサーマンロアンドロアンドロアンドって言ってたよねロアンドって言ってたよね今ロアンドって言ってたなんでなおいしいって言い始めるのユリアンなのやる口がユリアンなのどういいねで、うん、で森本なんか髪型最近なんか野坂パイセンとか行ったのかちょっと聞いてみてヒアリングはできるから返さないでちゃんと返してや What kind of hairstyle is that? What color of hair is that? Yes, comes Oh, I said What hairstyle shop you went, always went going to? 野坂パイセンちなみに何て言ったらいいな。リーナ。何の美容室行ってんの？どうもの坂パイセン。うん。うん。I don't think your hairstyle is not fit into. ちょ、待って。急すぎる。びっくりした今。オッケー、いいよ、もう一回。I don't want hair. I don't think your hairstyle is not in fit into. It's not good. It's not good. I hate that hairstyle. うん。It's not even cool. ツーブロック。リーナ、何つったの？リーナ、何つったの？え多分その髪型に合ってないと思う。そう。うん、すごい。俺もね、そう何を言ってるかまで分かってたから。そしたら、そしたら、ヘイト、そう、ヘイト入れたから。で、そしたら、うん、ツーブロックって言ったから。すごい。